この流れ方で。じゃあ、レオレオさん、リュウです。そろそろ皆さん、ハロウィンですね、皆さん。この時期にはやっぱりね、料理家の皆さんも、YouTuber の皆さんも、やっぱりハロウィンの時期だということで、かぼちゃ料理ですね。僕はすいません、本当にもう、好きな方には大変申し訳ないですけど、かぼちゃがあんまり得意じゃないんですけども、なんですけども、僕もすごく好きなかぼちゃ料理っていうのがあって、これがね、かぼちゃのポタージュなんですよね。かぼちゃのポタージュはね、最高に美味しいですよね。甘みがね、すごく活かされてて、今回はね、僕の思うですね、最高のかぼちゃのポタージュ、これね、マジでうまいです。今回はですね、水を使わずに水分、牛乳だけで伸ばすっていうやり方のポタージュスープっていうのをやります。これがね、マジうまいです。ということで、今回はそれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。まずね、かぼちゃ1/4個、これ大体ね、この状態で 380g ぐらい、まあ400から350ぐらいの間であればいいと思います。はい。で、玉ねぎが、1/2個、120g ぐらいのものですね。で、あとバターですね。バターが 20g ね。あと牛乳、ミルクで今回伸ばす、水入れなくてミルクだけで伸ばしていくんで、結構濃厚になります。はい。で、あればです、なかったらいい、最後にね、ちょっと回しかけるぐらいなんで、生クリームがあれば生クリームを回しかけていただくと、ちょっとコクと見栄えがアップします。調味料などは概要欄に書いてあります。そちらチェックしてみてください。ということでですね、まあ、ハロウィン料理ということで、かぼちゃやっていきたいと思うので、これはね、ハロウィンに出してもすごく受けます。ハロウィン料理作るって何が重要かというとですね、やっぱね、仮装ですよ、ハロウィンは皆さん。今回はですね、ある仮装に僕は挑戦していきたいと思います。今回させていただく仮装グッズはこちらでございます。アルチューマシン1号、まあ、いいということで、酔っ払い、ちょっと待って。もう一人今日仮装しますから。はい、じゃあ今日は、2人で酔っ払いの仮装しながら、アルチューバーの仮装しながらやっていきたいと思います。乾杯。はい。くー、じゃあ料理料理さん、達也ですよって、あと50杯ぐらいだな。はい、とっても恥ずかしがりの達也でした。はい、じゃあやっていきましょう。まずね、かぼちゃはね、種抜いてもいいんですけど、種はね、後でも抜けるんで、このままラップしちゃっていいです。むしろね、種抜いちゃうと、ここにね、隙間ができて、火にムラができたりするんで、やるときはね、種つけといてもいいです。600ワットで6分間チンします。皮から剥いで茹でるっていう伝統的なやり方もあるんですけども、かぼちゃに至ってはレンチンしてからスプーンでこうほじくり出してスープにするのが圧倒的に楽でうまいです。これね、丸ごと蒸してるような状態なので、この文明の利器はね、ちゃんとやっていきましょう。使っていく。その間にね、お野菜用意しちゃいましょうね。じゃあですね、玉ねぎなんですけども、これはね、スライスでいいです。はい、こんな感じですね。薄切りにしてください。ほぼ仕込み終わりなんですよ。もう結構シンプルなスープなんで。はい、じゃあフライパン用意しちゃいましょうか。はい、鍋ちょっと用意していきます。じゃあですね、鍋用意しました。これね、ちょっと温めてください。そんなに火強くしなくていいです。弱めの中火ぐらい。で、バター 20g ね。で、バター溶かしていきますよ。そしたらね、ここに玉ねぎね、もうね、入れちゃいます。必ずこの飴色とかにしないんですね。かぼちゃポタージュの場合はあくまで白い状態の玉ねぎを使います。だからあんまり火を強くしてしまうと、玉ねぎのこうちょっと透き通った感じで、スープに使いたいんで、焦がさないように、じっくりと炒めていきます。で、じっくりと玉ねぎの旨味を引き出している間にかぼちゃがね、出来上がってきますんでね。で、ここにね、お塩一つまみ、一つまみってこれぐらいですからね。はい、3本の指で入れるのが一つまみっていう。まあ、料理家さんによって違ったりするんですよね。で、ここでもう弱火にしちゃった方がいいですね。あんまり強いとね、焦げてしまうんで、弱火でじっくりとバターでバターっと炒めていきます。玉ねぎじゃなんで入れるのかっていうと、やっぱ玉ねぎの香りと甘み、そして旨味ですね、これを入れていきたいんで、スープに。だから玉ねぎはね、僕的には必須です。ぜひやってください。結構いい感じにこうほろっと玉ねぎが柔らかくなってくるんですね。で、玉ねぎが透き通ったら、一回火を止めて、かぼちゃの処理いきます。見てください。ぽってりとした、蒸されたかぼちゃ。そうしましたらね、これね、種も、じゅくじゅくにほぐされてやられてるんで、種は取っちゃう。一緒に蒸されてますけども、取っていきます。
この方がね、必要以上にほじくる必要なくて簡単だったりもするんですよね。そうすると、ホロホロのかぼちゃの感じ出てくると思います。で、かぼちゃはね、こうやってほじくります。で、これ皮の部分ね、使ってもね、いいんですけども、鮮やかなね、かぼちゃ特有のオレンジ色っていうのがね、出なくなっちゃうんですよね。なんで、僕は身だけを使います。で、皮はね、どうやってやるかっていうとね、炒めたりすると美味しいんですよ、これね。だいたいね、僕ね、野菜の皮、きんぴらにしちゃうんでね、皮のね、ギリギリまでね、取っていく。ちょっとね、緑のところが入っても大丈夫。ここら辺はね、ちゃんとスプーンで取っていくっていうのが大事です。熱いからね、これ気をつけてくださいね、これね。こんな感じですかね。結構取れましたね。で、皮はこんなになりました。こうやって重ねて軽く炒めてきんぴらとかにできますんで。で、身と皮が分かれました。で、身の方を、スープの方に使っていきます。やっていきます。これ火止めてたね、さっき炒めてた玉ねぎで、ここにかぼちゃの身、とろっとしてますね、これね、投入していきます。で、ここに牛乳 450cc、 もうね、水分もね、入れちゃいます。で、ここに味付けでコンソメ、僕はね、結構しっかり味が好きなんで、1、2小さじ2半です。こいつがね、入るとね、ぐっと味が締まるんで、これ沸かしていきます。そうすると、ほら見てください、このオレンジ色、これがね、かぼちゃスープのね、色なんですよ。これいい色ですね、これね。このオレンジ色を見ながら、かぼちゃ水酒、一回沸かしていきますね。どうだい？あ、いいですね。ちょっと沸いてきましたね。で、沸いてきましたら、ミキサーにかけます。ミキサーでもいいし、僕はね、ハンドブレンダーっていうのを、しこのマヨネーズ界でも使ったんですけども、ハンドブレンダーっていうのがあるんで、これがね、楽なんですよ、これ。じゃあこれ、火つけたまんまなんですけども、こういうね、ブレンダーがあると、楽です。ほら、どうですか？このかぼちゃの量がガンと出てくるでしょ。このブレンダーがあるとね、スープ作りものすごい楽なの。僕はね、10年ぐらい使ってます、これ。もちろんね、ない方はミキサーとかでもいいですし、すり鉢とかですっていただいて、こしていただいてもいいですけど、これが一番楽。これがあるとね、軽率にポタージュを作りたくなる。で、全体をこう攪拌してください。ポタージュっていうのはね、やっぱね、野菜がこのスープに溶け込んでこそなので、これをね、やるとね、こす必要がないんでね、非常に楽です。こんな感じです。色がね、すんごい出るんですよ。もうね、かなりとろみがついてるんですよ。なんですけども、ここでこのね、かぼちゃスープの味をもっとね、凝縮したいんですよ。弱火で20分ほどね、ちょっとね、火が強いとちょっと焦げ付きやすくなってますんで、蓋しないでいいですから、20分ほどね、煮込みます。これほんとごく弱火で、そうするとスープ、今も結構もったりしてるんですが、もっともったりになって濃厚になります。この濃厚になったスープが美味しいんで、はい、なんで20分間ちょっと休憩でお願いします。はい、で、ちょっとその横で作ってたんですけども、かぼちゃの皮はね、これね、めんつゆとみりん同量のもので、あとごま油大さじ半分ぐらい入れて、炒めました。はい、こちらに煎りごまをかけると、かぼちゃの皮の即席きんぴらになりますんで、かぼちゃの皮もね、食べられますんで、これ食べてくださいね。ちょっと味見してみます。これほんと炒めただけですから、うまっ。かぼちゃの皮も食えるんですよ、皆さん。これだけでご飯いきますね。ぜひやってみてください。うまい。はい、ということでですね、15分経ちましたので、ずいぶん煮込まれましたね。途中でこうやってそこからね、回していきました。わかりますか？こう、とろみがついてるの分かりますか？さっき20分で言ってたら15分ぐらいで今できましたね。わかります？このとろみ、とろみ、こう煮詰まって、こうとろっと濃くなるスープになったのが完成の証なんですね。完璧なスープになってます。で、今回はこのまま飲みますけど、これね、例えばね、茹でたパスタ 100g 茹でたところに、これお玉2杯分ガッと入れて、で、ちょっとね、煮詰めるとね、それかぼちゃのクリームパスタになるんですよ。それもね、めちゃくちゃうまいの。ただ今回ね、スープなんで、これスープでいただきたいと思います。ちょっと様子見ていきます。はい、じゃあ持っていきます。ほら、この流れ方でスープがどれだけ濃厚かっていうのが分かりますね、皆さん。かー、この色、お月様みたいですね。セーラーアルコール、最初も言ったんですけど、あれば生クリームね、あれば生クリームをこう垂らしていただいて、で、ここにパセリ、これですよ。で、これでもう完全にレストランの味でございます。最高のかぼちゃポタージュ完成です。
はい、それではできました。食べていただきます。いただきます。この感じワインっすかね。ちょっと本当はね白が良かったんですけど、今回ちょっと赤しかなかったので赤でいきたいと思います。いただきます。とろっと。じゃあ皆さんいただきます。うーまー、これほんとうまいね。多分これ作った人みんなびっくりすると思うよ。あんな単純な作業でこんなにうまいスープ作れるんだと思うと思う。めちゃくちゃうまい。これ大好き。そしてこれね、さっき作ったあのきんぴらですね。これもううまいな。おい、めんつゆとみりんがキュッと皮に味をもたらしてくれて、でごま油の香りでねめっちゃおいしい。ご飯いきます。このパンに拭って食いてぐらいな。すいません、あのバゲットがあったんです。ちょっとおお、これね濃厚だから乗るんですよね。で水を使ってないから本当にかぼちゃのねうまみがギュッと出てる。これだけでいい。もうねこれはねスープストックリュージーだね。あー完璧だこれ。パンとスープだけど完璧に美味しい。仮想仲間の達也パンチャイ。いただきます。とろみがすごいっすね。めっちゃ濃厚。全然レストランで出せる。水入れてないから。で、あとそのあとさらにちょっとこう煮てこう味凝縮してるんだよね。本当にリッチな味がする。混じり気ないかぼちゃって感じの。おう。圧倒的にシンプルなんだよ俺の料理にしてはね。調味料もほとんどコンソメと塩ぐらいだから。上品。ホテルとかであのこういうのでよそってくれるやつ。うんうんうん、あの味なんですよこれは。特にとろみすごいっすねやっぱり。そうだからねパンにも乗るんだよね。すごいね。これがねちょっと薄いとやっぱ物足んなくなっちゃうから。そうですね。やばい、これだけでいい。超いい、うん、朝食とかいいっすね。ああそうね、朝食にポタージュいいね。かぼちゃ自体がこんだけ使われててミルクも入ってるんで、あの栄養価高いんだよね。だから辛みもないから、うんうん、お子さんとかもすっごい。確かに。ちょっとお酒と合わせて刺激的にしたいんだったら、いつも俺使ってる白胡椒ね、これね後入れでも全然平気。なるほど。パンと型合わせるんだったらちょっとスパイスあってもいい。なるほど。ああでもすごいいい香りする。うん、白胡椒の香りいいでしょ。めっちゃ合う、うん。これがちょっと乗るとまたお食事感がかなり出るじゃん。うまっ。これさみんなね、うん、捨てんのよ、うんうんうん、この皮。これうまいでしょ。うまい。皮だけでも美味しいでしょ。美味しい。絶対これ作ったら絶対きんぴらにしようよ。これだけでも完成されちゃいましたね、うん、これで食事でいいと、うんうん、これとパンでいい。ハロウィンにぴったり。ハロウィンにぴったり。早く酔っ払いの仮装してもらって。じゃあごちそうさまでした。仮装完了したんで帰ります。はい、ということで今回の宿毛のかぼちゃスープいかがでしたでしょうか。あのね、これ本当にこんなにシンプルなんですけど味は本当に保証します。ポイントはね、やっぱあの水を使わずにミルクの旨味とかぼちゃと玉ねぎの旨味、これ凝縮されることです。そうすることによって本当にレストランで来るような濃厚で非常に旨味の強いスープになります。これぜひやってみてください。あ、白ないでしょ。白ないね。もうない？あっちも？ない。嘘。前飲み切ったと思う。なんでよ、白い飲みすぎなんだよ。スマブラしすぎだな。